沖縄科学技術大学院大学。沖縄科学技術大学院大学。沖縄科学技術大学院大学。英語、沖縄、インスティチュートオブサイエンスアンドテクノロジーグラデュエート、ユニバーシティは、沖縄県国上郡女村あざ単茶に本部を置く5年一貫性の博士課程を有する大学院大学である。沖縄科学技術大学院大学学園法に基づく、 学校法人沖縄科学技術大学院、大学学園により運営され、予算のほぼ全額を政府からの補助金によっている。現在は、神経科学、数学、計算科学、科学、分子、細胞、発生生物学、環境、生態学、物理学、海洋科学に大別される7分野で、学際的な研究を行っている。 沖縄科学技術大学院大学の設置に向けた、歩みは2001年に、尾みこじ内閣府特命担当大臣、沖縄北方対策、科学技術政策担当、当時2013年から本学理事を務め、2018年名誉博士が沖縄に国際的な大学院大学を設置する構想を提唱したことに橋を発する。その後、構想検討会及び、 国際顧問会議における検討を経て、2002年5月沖縄復帰30周年記念式典において、小泉純一郎内閣総理大臣、当時が設置構想の推進を表明するに至り、続いて同年7月に策定された沖縄振興計画において、本構想が沖縄振興施策の柱の一つに位置づけられた。 2003年4月には大学院大学の建設予定地として女村が選定され2004年2月に本構想の先行事業となる研究事業イネシャルリサーチプロジェクトア r プとして4件のプロジェクトが選定された2005年3月大学院大学構想の推進主体を設立する独立行政法人沖縄科学技術 研究基盤整備機構法が成立し、同年9月に同機構が発足した。機構の理事長には、ノーベル賞受賞者のシドニー・ブレナーが就任した。2009年7月には、沖縄科学技術大学院大学学園法が可決成立した。同法により、大学院大学の設置主体として、学校法人が設立されることとなった。 2011年10月の文部科学大臣認可を経て、11月1日付で、学校法人沖縄科学技術大学院、大学学園が成立した。名称は、同じく学校法人である、放送大学学園とは異なり、学校法人が正式名称に入る。女村における、キャンパスの整備については、2007年3月より、造成工事が進められ、 翌2008年、第一研究棟とセンター棟の建設が着工した。2010年3月に同施設の供養が開始され、それまでうるま市の研究施設で進められてきた研究活動は女村に移転した。大学院大学は2012年9月に最初の学生34人、うち日本人は5人を受け入れた。数との教員が少人数の学生を指導する。 体制となる。教員及び学生の半数以上は外国人となり、教育研究は英語で行われる。学生には研究生活に必要な支援が提供され、研究に集中できる環境が整えられる。また、博士課程においては、授業とラボ研究のバランスが重視される。沖縄県国神郡女村あざ単茶九9 1 9番地。 一女村キャンパス全体の敷地面積は約222ヘクタール、内メインキャンパスは約80ヘクタールである。沖縄県国上郡女村アザ女7542番地国際ワークショップやセミナーの用途に用いられる。旧、白雲層。大学院大学には、ノーベル賞、生理学、医学賞受賞者のシドニー・ブレナーをはじめ、著名な科学者が、 複数在籍している。日本を代表する生物学研究の第一人者である佐藤宗之や分子遺伝学、分子生理学の分野において優れた業績を挙げ、2011年度の文化勲章を受賞した柳田光弘、著名な物理学者で理科学研究所ハリマ研究所の X 線、自由電子レーザー施設、ソクラにおけ、 C1 度子加速器の建設を統括した新蓄積、東仮名を連ねている。大学院大学では、神経科学、数学、計算科学、科学、分子、細胞、発生生物学、環境、生態学、物理学、海洋科学に大別される研究分野において研究が行われており、現在59の研究ユニットが発足している。 研究ユニットを率いる教員は以下の通りである。学校法人の意思決定機関として理事会が設置されている。理事会は大学院大学の学長を選任し、学長は学校法人の理事長を兼務する。大学の日常的な運営は理事会より学長に任されている。さらに理事会は学園の副理事長を兼ねる。 大学院大学の上級副学長を任命する。初大学長兼理事長には、国際的な物理学者であり、SLAC 国立加速器研究所、旧スタンフォード線形加速器センター名誉所長の、ジョナサン・ドーファンが就任している。大学院大学学園は、沖縄科学技術大学院大学学園法の規定による特別な学校法人として設置されている。 通常の私立学校では、私立学校振興助成法に基づく国による補助、私学助成が教育または県にかかる形状的経費の2分の1以内の範囲で行われるが、東大学院大学では、同法に基づき、内閣府が予算の範囲内で運営費の2分の1を超えて補助できることとされている。当初は全額に近い補助が行われることが見込まれるが、 同法施行から10年後に財政支援のあり方について見直しが行われることとなっている同法不足第14条。2011年度の政府からの補助金の総額は約119億円であり、これに加え研究助成金、自宅研究、寄付金等による外部資金を獲得している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。